須原キャンプ場、はい、栗拾いができます、な、はるたくん、はるた48個ゲットしました。拾ったん、はい、おじろじろやん。そうです、おじろじろよりちょっと大きいかな、栗な。めっちゃいっぱい入ってんの、すごいな。で、はるたくんはびしょ濡れなので今から着替えます。うわ、グローブと野球ボール持ってきてよかった。え、じゃあ、はるたも。めっちゃ進んだよ。え、じゃあもう。しこ？ありがとうございます。皆さん、あれ、あんまり、大福がいないっすよ。はい。でもちょっと風吹いたら、イガグリが落ちてくるかもしれんから、その危険あるけど、ね、そう気をつけて栗拾いせなあかんと、うん、早速晩飯用の、そう栗を拾いましょう。痛い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 よ痛いよ、気をつけてよ、絶対手で触ったらあかん、こんな痛い、ハル、これマジで、もう気をつけてな、うん、気をつけや、落ちてくんで、気をつけてください、皆さん帽子かぶとったらからさ、ポーンでポーンですんだけど、これかぶってなかったら行ってますよ、もう死ぬぞ、これ死ぬぞ、胃がいっぱい刺さって死ぬぞ、気をつけて帽子をかぶってね、気をつけながら栗拾いしましょう、絶対気をつけてよ、こんなリスク背負ってまで栗拾う私、栗好きやもんな。もうあの栗好きやし、アスワさんに和食やれ言われたから、栗ご飯どうしてもしたいからな。集めます。頑張ります。大量じゃ。どうす、命からがら取った栗は。もう大量、大量？大量。栗ご飯できる量取れた。うん、やっぱ栗ご飯。そこだ。やっぱお風呂いかん。今晩の数ゲット。え、ちょ、もうご飯の前にお風呂終わらせとこう、シャワーするじゃん、ハル、シャワーにしよっか、うん、行きましょう、ちゃっとね、うん、あー戻ってきたね、いやもう好きですよ、もうめっちゃ雨やねんけど、ほんですごい雨なここまで戻ってくんのにびっちゃびちゃになってきた足元、いやまさかの、もうずっと雨行けないから、もうさすがに慣れたでしょ、慣れた、ご飯作りましょう、うん、お腹減ったからご飯作ります、行きましょう、めっちゃ雨やけど、おい、もうちょっと足した、当たらせて、当たらせて、オッケー、ナイス、オッケー、おー、うまいうまい、いいね、いいね、いいね、もっと豪快にいっていいよ、おー、いい、もう、はるた、ネギ大好きやもんな、大好きだね、いきます、じゃあ、かめか、ほいや、そう、オッケー、いただきます、いただきます、いただきます、どう、美味しくないわけがない、あーやっぱり、うん、まだ朝だ、うまっ、雨降りた、うん、うん、まい、いいね、いかん、まだ降ってますね、ちょっとだけな、
あんまり寝てたよな、昨日の夜ひどかったな。ほんまに寝られへんかったやん、あのゴー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 っていう音が。俺ギリギリにさ、立ててるやん、寝床、で風でずっとな、ずっとこうやってな、こうやって揺らされ起こされてる、完全にお前寝ようとすんなよ。今から寝んのにと思ってずっとテント揺らされてて最悪に。なかなかで、な、やっと寝れた思ったら、そう、急に寝よう、やっと寝た思ったら手握られとってる。染み切ったはずのテントの中で手握られとって、夢かな。握られとったじゃない、あれ、元気ちゃんがチャクジャーって開けて、あ、ほら、手ギュって握ってきて、寝ながら開けたん。そうやで、怖っ、怖かった。なんかの夢かな。私あれ、どっから開けるのかわからんくて、こうやってこうやって、ネットのとこからこうやって、今度横からやっとってそしたらシャンって開けて、めっちゃ怖すぎて、ほんまにあの管理人さんが言ってたやん、あの川が氾濫したら、こっちに土砂が流れてくるって、それがもうずっと頭にあったから、え、大丈夫なん、ほんまに大丈夫なんっていう心配をな、ちょっと払拭してもらおう、共有したかった、一回起こしたら。それでも俺に言ったところで、その土砂の流れは解決できへんから。いや、もうとりあえず車に逃げ込んでな、車中泊しようかと思ってな。ああ、そういうことね。あの上の方に、If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just cause back when I'm sober and I see that face and it shivers. Nobody knows the way it shivers. はい、お疲れ様でした。どうも、2日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、忙しかったっすね。忙しかった。やっぱイベント出店が今回、メインで。メインやから。ちょっとあんまりゆっくりこの最高を満喫したキャンプっていうのができへんかったけど。うん、いいですよね。より湖畔に近くて、フラットで。そうそうそう。うん、フラットやねん、このエリア。湖畔に張るんやったら、最高はめっちゃいいな。うん、唯一のはあの富士が見えないっていう。そうやんな。それはでも差し置いてもいいですよね。最終日もこの静かな水面を見ながら、そう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 、朝ごはん食べてみんなでおしゃべりしながら楽しかったですね。もう初めましての人めっちゃ会えたからめっちゃ嬉しかったです。皆さん声かけていただいてありがとうございました。ありがとうございました。遠征の醍醐味やね。そう、一瞬があの自分のホームを忘れてしまうっていう。あれと思って、もしかしたらただいまっていう関東圏の人間なのかなっていう。いや、でも関西もこれからいろいろ行ってみたい。だ、津原キャンプ場今回来ましたけど、そう、ちょっと時間がなさすぎてキャンプ場のその動画っていうのはちょっと撮れてないけどね。撮れなかったですね。でもめっちゃ広いキャンプ場で、ファミリーにはめちゃくちゃいいキャンプ場でしたね。うそう、シャワーもあるし温水出るしね、冬もいいと思う。うん、だから山梨はすごい、うん、すごいんですよ山梨。何がやねん。山梨と静岡でキャンプして外れたことない。うん、広いし。広し、広い、あ、広いし、びっくりした。広しです。広しですってなったから。すごい影響されてるやん。ちゃうちゃう、私アスワさんよりやから。どうもアスワです。安全運転で、安全運転で帰りたいと思います。今回の動画はこれで
終わりたいと思います。終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。テイク2です。かまんといけた。じゃあ、はい、山梨から皆さん、最後はね、お決まりのバイセンキューで終わりたいと思います。お決まり自分だけやからね。はい、私切り取ってよ。じゃあバイセンキュー、バイテオチャンネルでした。またね。優勝。